はい、こんにちは、カパパです、昨日2022年4月17日の朝7時に上高地が開山しました。で、早速ね、一番乗りのバスに乗って上高地の今を撮影してきました。このサムネの通りね、大変お天気に恵まれて楽しい一日となりました。というわけでございまして、この動画がね、少しでも皆さんの参考になればと思います。ではご覧ください。
んだこの牛タレは。はい、明神橋をね渡って今明神池まで行ってきました。ここから折り返しになるんですが、梓川の右岸を行って岳沢湿原を通って、上高地バスターミナルまで戻りたいと思います。はい、というわけでございまして、4月の17日開山日に訪れた上高地の様子でした。ご参考になれば幸いです。はい、今回もねご視聴ありがとうございました。カパパでした。